滋賀の食材、首都圏メニューフェア冬版ということのご案内でございます。首都圏の飲食店、ホテルで開催いたします滋賀の旬の食材を使った特別メニューフェアについてでございます。東京都内の飲食店、ホテルと県内の意欲ある生産者とが商談交流を通じまして、マッチングしていただいてメニューフェアを開催していただきます。メニューフェアをきっかけにですね、首都圏の飲食店と県内生産者とがつながり、滋賀の食材の継続的な利活用につなげていくということが狙いでございます。今回は滋賀ならではの冬の食材をテーマといたしまして、フェア参加店の料理人の皆さんが滋賀の産地を実際に訪問していただいて、滋賀の食材の魅力をさらに引き出すメニューを作成していただきました。大見舞水鏡、大見牛のほか、日野菜、日魚、白骨ネギなど、滋賀ならではの旬の冬の食材を使った特別メニューを提供していただきます。開催店舗は記載の通り、これは3枚目にございますが、14店舗で開催していただきます。2月をフェア月間といたしまして、2月1日土曜日から各店舗で随時スタートいたします。このフェア開催に合わせまして、2月2日日曜日にはプレス発表会を東京築地のキッチンスタジオ、東京築地キッチンスタジオというところで実施いたします。フェア参加の料理人の皆さんが滋賀食材の魅力を最大限引き出していただいたメニューをご披露いただきます。開催店舗や特別メニューなどは詳しい情報につきましては、滋賀のおいしいコレクションホームページで紹介させていただきます。少し長くなりましたが、私からは以上でございます。ただいまからご質問をお受けしたいと思います。まず幹事長さん、お願いいたします。はい、幹事社の産経新聞の大島と申します。よろしくお願いします。私からは琵琶湖文化館についてお尋ねいたします。先週末にですね、懇話会、機能継承懇話会で、一応素案という形で一定の方向性が示されたわけなんですけれども、ただそのこれまでの議論の中で最終回でも出ましたけれども、例えばその7年かかるというタイムスケジュールとかですね、あとそもそもその機能面とかその方向性について、委員の方から結構厳しい意見なども出ておりました。これから県としても、基本計画でしたかを策定して、進めていかれるということなんですけれども、はい、今後のその県としての進め方であるとか、こういうものについてどうお考えでしょうか。はい、まず懸案であります、現在休館中でございます琵琶湖文化館につきましては、その機能をどのように継承するのかという懇話会を開催していただいておりまして、これまでに5回開催していただき、直近は先週金曜日24日に開催していただきました。今ご質問いただいたように、この会議の場では、懇話会の場では大筋についてはおおむね、ご理解をいただけたのではないかと聞いておりますし、あとは県としての実行力、これは体制等も含めて、しっかりと作ってほしい、それを説明してほしいということですとか、お尋ねのようにスケジュールについて、少し基本計画策定を7年というのは長すぎではないかと、かかりすぎではないかという、そういうご指摘をいただいているところでございます。また滋賀の有する文化財の、量、また質の高さ、こういったこともあるので、それらをしっかりと踏まえた対応対策をといったようなご指摘等をいただいているということでございます。まずはこの懇話会での議論をしっかりと整理いたしまして、市町ですとか関係者、これは帰宅いただいている方も含めて、たくさんいらっしゃいますので、こういった関係者に意見紹介をいたしまして、今年度中にどのような方針で、この機能を継承していくのかということについてまとめていきたいと考えております。並行いたしまして、体制をどうするのか、また老朽化対策を講じている工事予
さらに講じようとしている近代美術館、こちらの採用分と合わせて、美の滋賀をどのように表現していくのか、基本計画をどう見直していくのかということについても、これは県議会議員の皆様方、守って県民の皆様方としっかりと議論していく素材をしっかりと作っていきたいというふうに思っております。まあ、スケジュールにつきましては、スケジュールありきでやるということではなくて、どのようなものを作ろうとするのかということをしっかりと、立てた上で、それをどれぐらいの時間かけて、どれぐらいの費用をかけてやるのかということについて説明するのが筋ではないかと思っておりますので、お声はしっかりと伺った上で検討して検討を進めてまいりたいと思います。広報室の坂田です。よろしくお願いします。新型コロナの件なんですが、県としては対策連絡会議機能設置されましたけれども、今後、今もそうなんですが、経済への影響というのも出てくるかと思われます。特に全国的にはもう今春節の時期で、その中国人 の旅行のキャンセルが相次いでいるということで、観光業界にかなりの影響が出ているようなんですが、今現在その観光業界への県内への影響ですね、そして今後の対策であるとか支援とか、どのようにお考えでしょうか。はい、現在も県内の観光宿泊施設の状況を、確認中です。ただ状況が刻々と変わっていたり、過度にそれらをこう懸念されてしまうことの影響を懸念される事業者等もいらっしゃって、なかなかその全容詳細をつかむことが難しい面もあるんですが、ただ状況の確認には努めているところでございます。いくらかキャンセルが あるということも聞いておりますが、じゃあ全容どれぐらいかということについては、まだ数字として公表できる状況にはございません。ただ団体のお客様がすでに渡航ができないということ、武漢からですね、渡航できないということですとか、それしかしもうそれまでにすでに出られている方がいらっしゃるということですとか、一連の報道や状況の変化を踏まえて、ご旅行等を中止されたり変更されたりする方々の影響が県内にどう出てくるのかということについては、引き続きよく見ていきたいと思います。で、見た結果、必要な対策と打つべきものがあるとするならば、できるだけ速やかに動いていきたいと思います。すみません、もう一回確認なんですが、ワールドマスターズゲームズの方なんですが、知事自身が出場されるのが、僕はですね、はい、まず県内で開催する競技の円滑な遂行並びにおもてなし環境の整備に努めながらですね、現時点予定しておりますのは、彦根で開催される10キロロードレース、大津で開催予定のボート、この2種目については出場する方向で公務日程の調整と行うと思っています。エントリーした上で公務日程の調整を行います。ボートは何人で出るのか、まだ分かりませんが、はい、ボート協会の会長には一緒に出てほしいということを提出いたしまして、分かったということを言っていただいております。どういうチームといいますか、4人乗りなのか8人乗りなのか、まあ、ちょっと競技のクラス分けがどうなるのかとかですね、出場する艇がちょっと体重の重い人が乗る艇があるのかとかですね、いろいろなんか現場でもご苦労いただいているようでございまして、その調整がつき次第クラスについては確定すると思います。またお知らせいたします。ただボードとロードレースには出たいと思っています。知事が出ることでその県民の機運を盛り上げようと、はい、そうですねまずは、私たちもそろそろ50になる世代ですけど、運動不足が指摘されたり、スポーツを、参加して楽しむことでもたらされる効果などについても指摘されてますので、実際やってみて、もしくは同じ年代の人にも呼びかけて、一緒に参加して気分を盛り上げていけたらいいなと思います。
しょうか。はい、はい、さんどうぞ。はい、朝日新聞筒井です。はい、僕は同世代なんで一緒に参加したいと思います。ありがとうございます。はい、2つあります。はい、1つは先ほどの琵琶湖文化館なんですけど、はい、知事はこの、継承方針の叩き台の素案というのはご覧にはなったんでしょうか。概要は、はい、ここにですね、はい、最後のところに今後の計画としてその後継施設の基本計画を、2020年度に策定すると、新年度に策定すると書いてあるんですね、はい、でその後その別のところに、こう書いてあるんです、一般的に基本計画策定後7年程度を要する、開館まで2020年度に策定をし、基本計画策定し開館には7年程度を要すると書いてあるんですけど、となると知事はこれ何年に開館すると理解してますか。最後のところに基本計画、後継施設の基本計画の整備の基本計画を令和2年度、2020年度に策定すると書いてあるんです。で18ページにですね、新たな博物館の開館は一般的に基本計画策定後7年程度を要する、開館には策定後7年程度を要すると書いてあるんですけど、知事は、この何年頃に開館するというふうに今理解されています。その記載の通りであれば最短で2027年そうですねということになるんだと思います。僕もそう思うんです、はい、僕もそう思います、はい、で、大方の人はそこの取材にいた他の記者も大方皆さんそう思うんですけど、うん、ところがですね、うん、事務方にそれを詰めると、うん、そういうわけではない、うん、そうは決まっていないっていう回答をするんですね、うんうん、これは非常に分かりにくいなと。つまり、これだけ大きな、たくさん懸案事項ある中でも、はい、このやっぱ琵琶湖文化館の問題というのはやはり大きな県政課題だと思うんですが、はい、進め方としてよろしくないと僕は思ったんです。ありがとうございます。同様の問題意識を持たれてこの講話会でもご意見をいただいたものと承知をしています。でここで、記載し説明をしたその基本計画策定後7年というのは、これは標準的なこういった事業をですね、例えば基本計画決定して PFI の検討をし、さらに事業者を決めて入札契約用地造成そして工事開館とこういうその一連の流れを換算すると7年であろうと。ただもちろん時間だけかければいい、決まったこの時間だけは許されるということではなくて、できるだけ早くしてよ、できるだけ早くしたいという思いもあるので、7年というのは示しましたが、その2027年ということだけではありませんという、そういう説明になったのではないかと思います。したがってまずは今回の懇話会の議論を受けて、県としてどのような機能をどこに持たせてどう作っていくのかということをまずしっかりと定めることが重要だと思っています。でそうすればどこに具体的に何年かけて、作れるのかということについても、これは費用面の課題もありますのでね、予算区面、財政の計画等との照らし合わせた、より具体、詳細な説明ができるのではないかと思いますので、その説明ができるだけ早くできるように環境を整えたいと思います。あまり僕長く言いませんけど、はい、実は同じことを、知事と同じことを、はい、事務方に言いました。はいはい、それでも2007年と27年という数字を認めずですね、別に今の段階なんだから、2027年というね、一つの目処としていいんじゃないかと。ね、もちろん早めても遅めてもいい、それは知事のおっしゃる通りだと僕全く同じことを申し上げたんですけど、はい、そのような答えになってなかったので、はい、つまり僕が言いたいのは、やはり
滋賀県民のですね、三方よしの精神にのっとれば、はい、この琵琶湖文化館は 県にとってもよろしくないし、既存帰宅している側にとっても良くないし、ましてや僕たち滋賀県に住んでいる人にも良くない、つまり三方塞がっている状況だと思うんですけど、これはやはり知事のリーダーシップを持って現場に、もっと活を入れなければいけないのかなと思ったんですけど、こうして休館させていただき、その休館が長引き、お預かりしているものもの、大切なものものが、その収蔵管理の面において不安に思われてしまったり、もっと展示ができれば楽しめるではないか、見れるではないかという、そういった利益を現実でしまっているという意味においては大変申し訳ない、こういう事態だと思っています。したがってできるだけ早くこの管理収蔵の方法、展示の方法について、場所も含めてしっかりと定めていくということが重要だと思っています。あくまで7年程度要するというのは一般的な行政の手続きを踏まえて申し上げたことでございますし、行政はやっぱりこう固め定められたこと、定められたことに従って進めていくという面もございますので、そういった説明は一定しつつ、今後定めていく計画等でできるだけ早くという、こういう道もしっかりと探っていきたいと思いますので、その点ご理解いただければ。はい、一応ですね、これを最後にしますけど、はい、この話は、多分現場の懇話会のトーンが知事のもとには届いてないような、はい、さっきのリアクション、最高の質問に対して思ったんです、はい、懇話会のメンバーほぼ全員がかなり厳しいことを言ってました、はい、それで、ミーデラの方はもう信用の問題も言ってるし、中には帰宅引き上げてもいいんじゃない、引き上げたいという意見まであるということまで言及されてますので、はい、その辺の危機感をですね、もしも現場が知事としっかり意思疎通して、はい、進めていかないといけない問題だと僕は取材して感じましたので、それだけお伝えします。もう一個なんですけど、はい、短くあります、はい、2週間前に、タイ語ドラマに関係する観光施設の話をしたんですけど、はい、その時に、他の、岐阜と京都は、1月11日にも初めて、滋賀県は3月知事にその話したらちょっと出遅れたかなという趣旨の話はいただいたんですが、その後ちょっと取材したところ、時間だけじゃなくてかけてるお金も違うことが分かりました。例えば岐阜市であれば、9億円事業にで、施設だけで1億何千万で、京都の亀岡も、1億何千万使ってかけて、この大河ドラマ館を整備、かけているそうです。それに対して大津市に聞くと大体1500万ぐらいで約10分の1です。で、県は戦国ワンダーランドそのものに1億、2元で2億出しているというふうに聞いてます。で、お金をかければ僕は全ていいとは思っていないんです。ですけど、せっかく知事も、県の行政の観光に関わる方も、明智光秀は滋賀ゆかりだ、確かに僕は一番多分彼の生涯で一番長くいたのはおそらく滋賀県だと思うんですね。ところが岐阜や京都に比べてこれだけそのお金もかけてないっていうところに、観光に対してですね、それは知事としてはどういうふうに、お考えもしますか。申し訳ございません、その他の自治体が大河ドラマにどれだけの費用をかけてらっしゃるかという詳細は私も把握していません。それらとの比較で論ずることというのはできないんですけれども、ただこういった大河ドラマ防衛を機にですね、地域の歴史文化資源にスポットライトを当てて観光面などでも盛り上げていく、こういう姿勢はぜひ大事にしたいと思って、戦国ワンダーランド滋賀琵琶湖のキャンペーンなどを展開しています。で、また当該自治体、基礎自治体、市町についてもそれぞれで、お考えのもと行われているのではないかと思います。
例えば明智光秀ゆかりということであれば、もちろん坂本城、比叡山、西京寺もございますが、湯佐山城があったり、高島の田中城があったり、出生という意味では久米忠兵衛の元で忠兵衛について出征したのではないかという説も新たに出てきている、まあ、そういった地域ではそれぞれ、歴史文化を検証したり発信のための方策を模索されているところもあるので、一概に行政的なあの費用だけを、かけてやるということだけでは論じられないのではないかなと思います。一過性のもの、一部のものに終わらせず、あの 持続するそういう取り組みを一緒に作っていける、うん、それは